ということで3人でやってみた後半戦に参りたいと思います。引き続き兄さんでね、お願いします。ということでカタールの行われるワールドカップ、はい、見どころ予想について、あ、いいですね、はい、ちょっとお伺いしたいと思います。お願いしますよ、はい、お願いしますよ。ではまずは見どころからいきましょうか。この、うん、あ、シンプルに、はい、見どころなんですけども、はい、まあ、一番皆様が気になってるところだと思います、うん、はい、日本はですね、グループで言うと、はい、日本代表、ドイツ代表、スペイン代表、コスタリカ代表と。強いなぁ、どこも強いよ。スペインとドイツが一緒なの。そうなんです。なので死の組って一応言われて、うん、一番きついんじゃないか、うん、厳しいですね。厳しい厳しい。でというので、まあ、ちょっとざっくりしてますが、こちらの死の組をどう攻略するのかっていう話をしたい。お願いしますよ。それどうすれば勝てるかって、うん、思ってるんですけど、僕は意外といけるんじゃないかなっていう。そうなの？どうですか？まあ、圧倒的に、うん、まあ、その FIFA ランクっていう、まあ、ランキング化されてるんですよ、うん、あの国が、はい、でちなみに1位がブラジルなんですけど、ブラジルで、まあ、2位がベルギーとかになってるんですけども、うん、スペインがの7位とかですかね。あ、そうなの、はい、でドイツが今現状11位です。あれ落ちましたね。落ちました。え、ドイツそうなの？ドイツは多分1位とか2位とかね、そういうイメージありますよね、ドイツは。ドイツが今ヨーロッパでネーションズリーグ、そのヨーロッパの国が戦い合う、はい、まあ、サッカー大会ですけども、はい、あまりいい結果を残してない。へえ。なんでかね、ドイツって圧倒的にいつも強いようなイメージがあったんだけどね。意外とドイツはうまくいってない。でスペインも、まあ、予選は2位になりそうなんですけども、うん、まあでも何ていうんですか、そんなにそこでもうまくいってない。スペインもうまくいってない。本当ですか？ですよ。チャンスですね。じゃあね、コスタリカは、自分たちのこう自力でちゃんとストレートで上がってきたっていうよりもプレーオフで勝ってきた。あ、そうなんだ。南米予選で、まあその上位に入れなかったから大陸間プレーオフっていう、プレーオフ、ニュージーランドと戦ったんですけども。ニュージーランドと戦ったの？最後の最後だね。本当に最後だね。本当に最後です。でニュージーランドに勝って、うん、最後のワールドカップ行きのチケットを手にしたのがコスタリカと、うん、コスタリカ、うん、なんですけども、僕は一番コスタリカが厄介じゃないかなっていうのを意外と思ってます。本当ですか？なんでなんでなんで。ちなみにそのスペイン、ドイツは日本より FIFA ランクが上、うん、日本が24位とかですかね、はいはいはい、でコスタリカは37位なんですよ、はいはいはい、なんですけども、そのやるサッカーの相性が悪いと言いますか。ああ、何やんの、あのコスタリカ、日本は非常に南米のチームに弱いなという印象が僕はありまして、現にですね、直近行われましたエクアドルとの試合、はい、ありました。ご覧になりました？どうですか？あ、なんかあったね、はい、なんかあったね、あったあった、何をしていいかわからない感じのなんか日本チームになってたね。そうですね、まあ、でも選手を試してたのかなと。おっしゃる通りで、あの時は選手を結構入れ替えてやったんで、選手同士もこれどうしたらいいのっていう感じではあったんですけども、どうしても南米特有の1対1の攻防、その局面ですよね。そう、ドリブルのうまさであったりフィジカルの強さ、独特のリズム感っていうのには日本はあまり強くない。なるほど。あ、日本は基本的にやっぱ連携プレーがうまい。そうなんですよ。で、ドイツとかスペインってもちろんこの技術も高いんですけども、ヨーロッパ式サッカーは組織的に戦ってくるチームなんですよ。組織的サッカーに対して日本は組織的サッカーなので、うん、バチッとハマりやすいんですよ、うん、意外と。あ、なので日本って意外とヨーロッパの強豪国と対戦した時に意外と善戦するんですよ。現にちょっとロシアワールドカップだと、例えば、うん、ベスト16でベルギー代表と当たりましたけど、あった当たった当たった、ベルギーでね、はい、負けちゃったやつ、あの時、まあ、ベルギーがちょっと若干立ち上がり舐めてたっていうのもありますが、でもバチッとハマって、うん、お互いがこういいとこを消し合うみたいなサッカーになるわけですよ。ああ、なるほどね。でも南米勢ですよね、例えばブラジルであったり、うん、アルゼンチンであったりとか、うん、対戦した時には結構やられるイメージないですか？なんかその、あ、まあまあまあ、なんかブラジル相手だとそれもそれで相当強いからね。だからブラジル強いんですけども、うん、でもブラジルとそのなんていうんですか、ブラジルも他のチームに対して意外とやりづらさを感じてるところはあるんですよ、うん、ただ日本に対してはそこまで思ってない、おじぎが圧倒的にすごいっていう感じはありますよ、ブラジルになっちゃうと。そうなんですよ。そういう意味では、まあ、コスタリカ相手に今引き分け以上で進んでいければ、
まあ他力本願にはなりますが、まあ勝ち点が4とか5で並んで2通過とかは全然ありえるんじゃないかな。なるほどね。あとは得失点のからどちらが上かっていう、ドイツとスペインだった。はい、そうですね。で争ってもらって2人で潰し合って潰し合ってっていう、意外とギリギリトーナメントに行けそうな感じ、意外といけるんじゃないかなと僕は思ってます。その勝ち点3はなかなか取れないかもしれないですけど、うん、あのリーグ戦って、はいはい、勝ったらポイント3もらえる、はい、ポイント3、引き分けたらポイント1なんです、うん、ポイント1、負けたら0なんです、うん、なので引き分けっていうところは着実に2試合ぐらい積み重ねていただいて、2ポイント取っていただいて、どっかのタイミングで1勝だけでもすれば、ね、勝ち点5になります。オール引き分けだとどうなの、オール引き分けだときついじゃないですかね。だって他のチームが勝って1勝1敗でも、うん、そうか4点だもんな、ん1勝1敗でも4点だから、そっか、でもどうしてもね、そうなんですよ、1勝しないとダメだね、はい、ただその勝ち点がこう並ぶと、うん、次は得失点差って言って、はいはい、点を取った数、うん、失点の数を、うん、こう足し引きして、うん、プラスとかマイナスなんですけども、なんかここのグループにいるチームはどこも点取り屋みたいなチームではないので、そこまで得失点差は離れないんじゃないかな、なるほど、いう思いが僕の中ではあります。1、2点ぐらい、そうなんですよ、そこの攻防になるんで、意外とそこが並んじゃえば、まあ他力本願ですが2位通過っていうのはあるんじゃないかな。目指せ2位なんですね、今回ね。2位の名前通りでね、2位の名前通りで目指せ2位なんですよ。2位の名前通りで目指せ2位、はい、そうですね、まあ、今うまくいってない、ドイツ代表、スペイン代表、直近の試合ですね、うん、まあ、そこの、まあ、足元を救って、日本での組織型でいうと、ま、守りが強いの、それとも攻めが強いの、どんな感じなの、その表現自体もちょっと違うのかもしれないけど、今の森保ジャパン、森保ジャパン、森保ジャパンは、うん、なんで笑い始めたの、無個性といいますか、特に、あ、そうなの、特にないんですか、特にないというか、その、はない、その例えば三笘選手っているじゃないですか、三笘選手っているのがいるんですよ、ドリブルがすごく得意な選手なんですけども、まあ、ね、うん、まあ、三笘選手に対して森保監督が戦術三笘だっていうぐらいですから、戦術はこうチームでどうこうしていく話なのに、戦術三笘、要するに三笘が一人で仕掛けていくのが戦術だっていう、わいいのかな、子供の奨励サッカーじゃないですか、一人だけすごいのがいればいい、それはいかがなのかなって、まあ、信頼してるというのはもちろんですけど、個人でやれと、そうなの、自由にやっていいと、はい、ただ、ね、そのドイツとかスペインってそのチーム状態は悪いとはいえ、やはり組織力とか、あと組織力も個人技もすごいんです、すごいです、すごいです、もう、例えばこうなった時の、戦術はこうとかはっきり決めてますし、うん、例えばその、1-0 で負けてるシーンはこうしましょうとか、うん、まあ、そのスコアによってもそうだし、時間帯によってもそうだし、相手によってもコロコロ戦術を変えるんですよ、うん、ただ日本に代表はその戦術が今じゃどこまであるのかっていう、何パターンもないといけないはずなんですよ。あ、そうなんだ、やっぱ時間によっても戦術が変わるの、もちろんです、そうですよね、まあ、簡単に言うと、例えば 1-0 で勝ってますってなった時に、じゃ最後失点しないためにじゃディフェンス1枚増やそうか、で形はこうしようかっていうのがベタな話ですよね、うん、なるほど、はい、変えるわけで、ね、守りに入るとかそういうことね、はい、いや、それが見えない、見えないですね、何がしたいのか、おあ、そう、俺だから今までのなんか予選も含めて、はい、そのエキビションマッチも含めて、はい、なんかいろいろ選手を試してるのがずっと続いてるのかなって、そうなんですよ、まあね、固定してないよね、そうなんですよ、いろんな選手使ってね、もういろんな人を試すのはいいんですけども、直近まで試しすぎです。もうここまで来たら、やっぱそう、ちなみにこの間、そうだよね、この間やったエクアドルは、そうそうそう、それを言いたかったんで、大丈夫なのかなと思って、さすがに、さすがに固めた方がいいです。固めた方がいい。エクアドルはもう固めてましたから。噂によればこう、八方美人じゃないですけども、いいことを言いすぎて、周りに。みんな出してあげたいよ、みたいな。いい監督だよね。優しい。優しい。まあ、優しいか、疲れるよね。それがアマチュアならいいです。あ、でもこれで結果出せばね、監督ーってなるわけですから、そうなんですよ、まあね、ここが頑張りどころ、まあ結果ですよね、うんうん、まあ、これ、はい、そうですね、オカルトじゃないですけども、意外と直前までうまくいってない時の方が予選を通過してるんですよ、日本で、確かになんかいいねいいねって言われてる時ほどダメだよ、ね、ダメな、ボケるね、まあ、オカルトですけどね、これ、はい、っていう感じです。では続きまして、はい、じゃあこんなことを言ってましたけども、じゃあ日本代表の注目選手を取り上げたいなと思うんですけども、はいはい、
まあ先ほども名前に出ました三笘薫選手でございます、はい、三笘薫選手、はい、三笘薫選手はですね、うん、昨シーズンまでですかね、はい、日本の川崎フロンターレ、川崎フロンターレでほうほうほうやってたやっておりまして、はい、まあ、そこで、まあ、代表にもちらほら呼ばれ始めて、うん、今海外のブライトンっていうプレミアリーグのチームにいます、うん、はい、イギリスの方ですか。そうですね、イギリスのプレミアリーグ、プレミアリーグ、まあ、おそらく今客観的に見ても5大リーグって言われてるんですけど、ヨーロッパで、うん、プレミアリーグ、リーグ、まあ、イングランドですよね、はい、あとはスペインのリーグ、うん、リーガエスパニョーラ、リーガ、そうですね、今ラリーガって言います。ラリーガっていうの？今ラリーガって言います。リーガエスパニョーラっていつの間にか言わなくなったんですよ。あ、そうなの？ラリーガ、せっかく覚えたのにラリーガって言わなきゃいけないんだ。ラリーガ、ラリーガ、はい、で、あとは、ドイツのブンデスリーガ、ブンデスリーガ、で、イタリアのセリエ、セリエ、あ、聞いたことあるんですね。ただ、フランスのリーグアンですね。リーグアンっていうの？リーグアン、リーグアン、リーグアン、あーですね、まあ、それはもう5大リーグっていうんですけども、その中でおそらく今一番レベルが高いであろうプレミアリーグで、まあ、バリバリ出てる、あ、そうなの、プレミアリーグは本当レベル高いんだ。一番高いと思います、プレミアリーグ。三笘選手が出てる、三笘選手が出ております。で、ちなみにですね、このプレミアリーグで、うん、この間の試合なんですけども、はい、三笘選手、この特徴はドリブルなんですね。お、緩急のある、お、で、独特のリズム感でのドリブルがすごく魅力的なんですけども、お、その世界一高いリーグでドリブル成功率 100%、 記録しました。すごい。だから仕掛けできないの、結局。そうなんです、ヨーロッパの選手が。そうなんですよ。しかも相手はイングランド代表のサイドバックだったんですよ。すごい。その試合で、ね、そんなすごいの、トリピアっていう選手を相手に全部抜いたんですよ。あ、そうなんだ。スピードが速いんだもん。スピードも速いですし、緩急を使うのが非常にうまいです。うまいんだ、ドリブルの、その緩急と、あとドリブルのリズム感、はい、これがですね、もうちょっと止めづらいというか、あ、そう、今まで見たことないんです。天才ですね。そうですね。ちなみにこう外見的には身長が高いとか、いやいや、全然全然、175、6ぐらいですかね。ちっちゃいね。しかも、まあ、向こうにいてある程度体格が良くなりましたけども、うん、でもスラッとしてますし、髪も今時のなんかこうサラ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 な感じで、まあ、僕先ほどあの前の回で、はい、J リーグに友達がいるって言ったんですけども、その塚川選手が、はい、昨シーズンまで、まあ、川崎フロンターレいたんですよ、はい、で、一緒にやってたんですよ。おお、でも塚川選手曰く、うん、もうあいつのドリブルを止めれる選手は日本にはいないみたいな。すごい。そのぐらいすごい、はい、プロも認める、はい、もうでもどっちに行くか分かってても止めれない。あ、じゃあ最初の一歩とかがものすごい速いんだよね、はい、トリッキーというか、もう縦に来るのは分かってるのに、分かってるのに、もう止めれない、止めれない。戦術が相手側も組めない、組めない、組めない。すごい。ぐらいすごいんだ。そうです。現に、ワールドカップ予選ですね、アウェーのオーストラリアかサウジアラビアか、ちょっとあれですけど、うん、この三笘選手のゴールでワールドカップ行きのチケット決めましたよね。オーストラリアでしたかな、はい、へー、すごい。あ、そうなんだ、はい、しかもそれも三笘選手がドリブルで抜いて抜いて、なんか中に入ってシュートですよね。はぁ、なんかそうやって聞くと、なんかいろいろ見たくなりますね、やっぱりね。あ、ですか、うん、もうぜひ三笘。いや、わかんないからね、そんなすごい選手だって分かんなかったね、まあ、やっぱりそういう最近出てきたよね、でもね、最近出てきましたね、急にバーンってブレイクして。じゃあまだお若い。まだお若い、若いです。僕よりも下なんで20前半だと思います。まあ今波乗ってるね、でもね、そのぐらい年齢じゃないとね、サッカーね、海外勝負ですからね、はい、っていう選手ぜひ注目して、注目でね、三笘選手、三笘選手、はい、なるほど。では続きまして、逆に海外の注目選手、うんうんうん、はいはい、ということで、終わった、はい、ブンデスリーガーだろう。あー、違います。プレミアリーグ、プレミアリーグだろ、やっぱり。やっぱ今は強いのはプレミアリーグ、プレミアリーグなんだ、プレミアリーグの選手。いや、俺ドイツと当たるから。あー、そうですよね。そうそうそう、ちょっと迷ったんですけども、うん、ちょっとドイツがそこまであまり良くない。あ、そう、ね、ちょっとそれ知らなかったよ。ちょっと落ちた、知ってたらね、レベルが。こちら、ファンダイク選手、ご存知ですか？聞いたことありますか、ファンダイク選手。いや、名前がバーって出た時に、俺、なんでカタカナなんだろうとか思ってたんだけど、日本代表だよね。あ、違います、海外の注目選手。しますよ。え、海外ですよ。海外の注目。あ、日本代表。他日本人いないでしょ、ファンダイク。ダイクやってる人かっていう。でもファンダイクはい、どういう漢字書くんですか、これ。びっくりした、これ。ファンって日本代表の中にいる海外選手。あ、違います、違いますよ。え、ファンって、ファン
ってことはどこの国の？オランダ代表の。へえ。中国っぽいかなと、ね。ファンダイクっていう、まあ、オランダ代表の。ファンダイク。現今、プレミアリーグのリバプールの。ほん。センターバック。センターバックなので、ディフェンスの真ん中の選手ですね。あの日本でいう吉田麻也選手であったり、冨安選手であったり。守りの選手ですね、はい、珍しいね、守りの選手で。例えばメッシとかそういうわけじゃないんだ。そういうわけじゃないんだ。逆に今はちょっとディフェンスのこのファンダイク選手を注目していただきたくて、なんでかっていうと、先ほどこの三笘選手が、ドリブル成功率が 100% っていう、はい、100%。ちなみにこの人はどこの国なんですか？オランダ。オランダ。オランダ。いやオランダ。いや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 、聞きなさい。総裁が日本人だよっていう話になってもう全部忘れましたよ。オランダで、プレミアリーグのリバプールという。おお、オランダか。ということはオランダは優勝候補になる可能性もあるってことで、ね。なんて言うんですか、優勝予想。ちょっと流れよ。なんて言うんですか。カットしてくださいよ全部。なんで流れは読まないんだよ。俺はフリーでやってくれって言われてる。監督にやってる。お前だけは自由にやっていいぞって。監督に言われてるんだからいいじゃねえかよお前。自由にドリブルさせてくれよ俺。うるせえこの野郎。続けますよ。はい、続けよ。はい、はい、なんでディフェンスの選手を選んだかっていうところで、まあ、先ほどこの三笘選手がドリブル突破率が、100% なんですけど、対決だ。ファンダイク選手はとある試合でドリブル阻止が 100% でした。いやー、横立てだ。巧みな技みたいな。面白いね。どっちがすごいんだろう。本当に矛と盾の戦いだね。当たらないの？でもオランダ決勝リーグ行かないと無理か。そうですね、決勝リーグ行かないと無理。無理だね。決勝リーグで当たったら面白いねこれ。ちなみに193センチの体重が92キロなんですけども、うん、体重俺と同じじゃん。92キロです。俺とほぼ同じ体型の人が出てんだ。193ありますから。まあそれはまあ高い靴履けば193ぐらいになるよ。選手はベルト切れない。切れない。カンってやって切れない。全身筋肉みたいな選手なんで。切れない。しょうがないだろ。もう全てが使い長く使ったベルトだったらしょうがない、ね。でも手に行くね。はい、はい、でも寺田さんの若い頃みたいにもう全てが整ってます。おっ、小前だし。来たね。運動能力が高い。素晴らしい。人間性も素晴らしいしね。人間性も素晴らしい。ね、優しいっていうところ入れて。優しい。優しい。ね、後輩にも優しいからね。キャプテンシーが。キャプテンシー。はい。では、このファンダイク選手はもう本当にドリブルを止めるのも 100% なんですけども、ディフェンスながらですね、パスの精度も非常にいいんですね。取ったボールを自分で取るじゃないですか。しっかり味方に、しかも遠くまでロングフィードが、フィードって言うんですけど、ロングフィード、逆サイドまで。そうだな。そうだな。カウンターが得意な感じになるの、チームとしては。そうですね。カウンターも得意なチームです。オランダは。遠くに蹴れるから。で、ちなみにオランダが、まあ、非常に今好調でして、ネーションズリーグも一番いい成績を収めた。そうなんですか。キャプテンです。へえ。で、コーナーキックとか上がっていけば点も取れますし、ヘディングがやっぱ強いんで。まあ、そんだけ身長あればね。ね、何でもできる。ちなみに今、三笘選手とファン選手が一度でも戦ったことはあるんですか？プレミアリーグ。あります。ついこの間リバプールでやったんですけども、でもマッチアップするポジションではないんですよね。三笘選手はサイドなので。違うんだ。ああ、そこそこ。サイドな。それ見たいですね、本来で。見たい見たい。ただシンプルに1対1をしたとして、うん、まあでもファンダイク選手が勝つんじゃないかな。勝つかな、やっぱそこはそうなんだ。すごいんだ。足も長いんだろうね。長いんだよ。届いちゃうんだよね。ボールに。抜ける気しないと思います。ボール届くよね、でかいと。ぜひファンダイク選手。わかりました。はい、覚えてください。今回のメッシとかも出るんですか？あ、出ます出ます。出るんだ、メッシ。ロナウドも出ます。ロナウドも出るの？ロナウド多分おそらく最後の大会になるんじゃないですかね。ポルトガルが非常にいいチームなんですよ、今。まあ、あとはもうメッシとロナウドはまだワールドカップのタイトルは取ってない。取ってない、そうそう、そうなんだよ。取ってないんですよ。そうだよね。スーパースターなんで。でも、今年が最後ぐらいになるかもしれないので。あ、そこも注目していきたい。わかりました。なるほど。じゃあ最後ですね。もう肝心の優勝予想、はい、優勝予想、優勝予想、お願いします。優勝予想いきます。はい、私の優勝予想は、はい、先ほども寺田さんに言われちゃいました。オランダ代表でございます。まさかまさかオランダですか。意外なとこつくね、本当に。言っちゃった言っちゃった。さすがですよ。オレンジ軍団ですか。オレンジ軍団です。もうこの人だよね、やっぱファンダイクがいる。やっぱりファンダイク
が大きい。大きいですね。大きいですし、守りにそんな注目選手がいたら強いですよ。大きいですし、なおかつですね、オランダって2大会ぶりの出場になるんですよ。イメージないでしょ、そんなイメージないでしょ。強いイメージがめちゃくちゃ強いイメージしかないよ、オランダなんて。前回出てないんだ。前回出てないんですよ。なのでその時の悔しさがあるわけですよ。なるほど。でヨーロッパって言ったらその国々がこう隣接してるじゃないですか。ワールドカップ出てないっていうだけですっごい悔しいわけですよ、もう国民。いや落ち込むね、落ち込む。もう一大イベントですから。そりゃそうだよね。日本とはもう比にならないぐらいのライバルの敵視してますから。本当だよね。すごいもんね、ファンが。ファンがすごい。サポーターがすごいもんね。で、まあ、今年ですね、このオランダを、まあ、このワールドカップ優勝予想にした理由はですね、まあ、もちろんファンダイク選手もいますけども、うん、はい、まあ、他に、もう一人、片割れセンターバックなんですけども、うん、デリフト選手っていう、うん、まあ、素晴らしい選手がいて、守りもう一人いる。もう守りが非常に硬いんですね。硬い。なんか攻撃的なイメージあるけど、守りが硬いんだ。守りが硬い。はい、まあ、でも前線にはデパイ選手っていう、ほんとテントリアもいたりとか、中盤真ん中にはフレンキー・デヨング選手っていう、もう焼けてたら走攻守全部が揃ってるようなバランスよ。そうなんだ、意外なチームでしたね。はい、でベテランから若手まで非常にバランスよく整ってて、うん、まあ、一番今チームの状況もいいですから。これ優勝したことあるんですか、オランダっていうのは。オランダもまだないんじゃない。ない。あ、そうなの。あ、ちょっとごめんなさい、僕の情報あれなんですけど。あ、そんなにまあイメージはないです。優勝のイメージはあんまりないです。そうそうそうですよね。ね、みんな普通ね、通常みたいな、大体ブラジルが優勝候補とかね、そういうふうに言っちゃいますよね、やっぱりなんだかんだ言ってブラジルでしょみたいなね。いや、そうなんです。確かにブラジルも強いんです、今年。やっぱネイマール選手もいますし、まあ、そうね、はい、強いは強いんです。でも FIFA ランクも1位ですし、ただ僕はブラジルが優勝する未来は見えてないです。やっぱヨーロッパの国が優勝するイメージしかないです、僕は。そう、もちろん今ブラジルもアルゼンチンも組織型にはなってきてはいるんですけど、どうしてもアルゼンチンとかはでもメッシ選手がいますし、うん、ブラジルはネイマール選手がいるじゃないですか、ネイマールね、その組織力を超す圧倒的な個がありますけども、うん、でもそれが機能しなかった時の時点の作戦があまりないなっていう、プラン B みたいなね。メッシ、ネイマールを止められた時に次の作戦をあまり感じることができない。な、点取れないとやばいっていうことですね。まかにブラジルメッシとか止められたりすんの？あ、止めるんじゃないですかね、バリバリ。ちなみにワールドカップテレビで見れるんですか？今年は確かアベマですよね。アベマの。アベマなんだ。地上波もちょっと待ってください、地上波ないの？あ、日本代表は確か地上波やりますよ。いやいや、全体でも全部はアベマで。アベマです。64で。そうです。アベマが書いてありました。そうなんだ、見れないんだ。オランダ見たいっても。アベマってそんなお金持ってるの今？今そういう時代なんですよ。最近もなんかその、ボクシングとか格闘技とかもアベマがあれしたりとか、アマゾンプライムがあれしたりするじゃないですか。本当ですよね、格闘技も有料ですよね。そういう時代なんです。時代、本当昭和に戻ったしよね。でもあれ無料ですよ、確か。アベマ無料。無料なんですよ。え？無料。見れるの？入ってれば。入ってれば。アプリさえ取っちゃえば。あ、そうなんだ。あ、それで加入させる気か。あ、まあそれはあるでしょうね。はい。そこで兄さんから、まあ何か告知とか。はい。SNS のお知らせだったりとか、ぜひあの YouTube の方を、あの最近非常に更新頻度が悪いんですけども、YouTube の方を、なんていうタイトルでしたっけ？ガリガリビングっていうので、ガリガリビング、そうそう、ちょっと名前変えようと思うんですけど、ちょっとなんかサッカーのイメージないよね、ガリガリビングで。なんでそんな名前なんだよお前。あの理由がありまして、あの僕まルームシェアしてるんですけども、リビング曲がりして住んでるんです。お、まんまん中。あ、そうです。プライベートいいけど。リビングに住んでるガリ、もう僕痩せてるんでガリガリっていうことでガリガリビング。まあ、リビングでいつも撮影してたんで。なるほど。じゃあなんかちょっとそこにサッカー要素プラスしたいですね。もうこれだよ、これだよ、ファンダイク。それもうファンダイクでいいじゃないですか。ファンダイク。ファンダイク。全然適当すぎるよ。サッカーファンからしたら舐めてんだから。ファンダイク。俺ファンダイク出るのってことになるじゃないですか。だから2位ダゾーンとかそういう。2位ダゾーン。いいね、そういう。2位ダゾーン。2位ダゾーンでいいじゃん。2位通過とかそういう感じでいいんだよ。2位通過。ちょっとサッカーのあれを。そう、サッカー的なのやっぱ入れた方がいいよ、やっぱり。3点はハットトリック。ハットトリック。2点はドッピエッタとか。ドッピエッタでいいじゃん、タイトルのドッピエッタ。いや、わかんない。2位のドッピエッタ。ちなみに2点取ることをドッピエッタとかドブレーテとも言いますし。ドブドブで、ドブドッペルパックとも言います。ドブ野郎で。いいと
とか。いや、わかんないわかんない、もっとわかりやすいやつがいい。そうですか。ワールドカップのなんか解説するの？あ、します。それはもう絶対しようと思います。それは絶対面白いから。生配信やったらいいんじゃない？生配信もそうでやるでしょ。それはやるでしょ。生配信あれね、なんかスパチャとかわかんないけど、なんか投げ銭とかあるんじゃない？めっちゃ投げてください。あの、じゃあそのファンダイク選手とか野田選手とかが出てる時、ああ一緒に出てる時絶対やってくれ。やらんでほしいね。ね、あとはあの塚川と一緒に出ます。おお塚川パテきます。あ、そう見るやん。すごいね。山井の話すごい分かりやすいよ。とても分かりやすかったです。一気に何千人増えるよ、それ。あ、そうですか。一気に増えるよ。ということで、本日は新井智也さんにお越しいただきました。ありがとうございました。